チャンピオンを経験してる幕の内さんに質問なんですけど、ボクシングのいいとこって何ですか？いいとこか、 KO した時の爽快感とか、やり遂げたって充実感とか。昔高村さんが言ってたんだけど、デビュー戦で勝っちまってな、拍手が雨みてえに降ってきてよ、最高に気分いいんだよ。人に褒められたのなんざ初めてだったからな。ぶつける当てのなかった俺の拳をよ、世間が認めてくれたっつうか。そういう気持ち分かる気がしますよね、青木さん。ああ、俺も不良だったからよく分かるよ。青木って、よせよせ、バレたって。青木のなすり合いはやめろ。この野郎、何しやがる。